ソナイ港とソナイ地区の集落ソナイ港は沖縄県八重山国与那国町の与那国島北部に位置する地方港湾である。港湾管理者は沖縄県。統計法に基づく港湾調査規則ではおし港湾に分類されている。与那国島最大の集落であるソナイ地区の海岸に位置する日本最西端の地方港湾である。 校内が広く、バースに余裕があるため出入港の際の操船がしやすい一方、港の奥行きが浅いため外海の影響を受けて、うねぎが生じやすく、台風や冬季の高天時の利用には安全上の問題がある。このため、地元の小型船や建設資材の運搬船等の利用が主であり、定期船、一般貨物船等の通年利用は行われていない。 石垣島と与那国島を結ぶ福山海運のフェリーを、なくにも通常は与那国島西部のクベラ漁港を利用しており、海峡が穏やかな時期のみ、その以降に接岸することがある。通年利用が可能となる、要防波堤等の整備が進められている。また、台湾に近い地理的特徴を生かして、台湾との貿易の拡大が検討されており、これに対応した 岩壁島の整備も計画されている。与那国町では、特区定安等で、備え港の開港を要望しているが、外国貿易船の入港実績が少ないことや、国境に近く密輸のリスクが高いことなどから、認められていない。なお、八重山列島には、与那国島の他に、竹富町の入表島にも、同名の備え港が存在する。西表島の備え港も、 本校と同様に本土復帰時に地方公安に指定されたが海岸施設は整備されたものの港湾施設はいまだに整備されていない。そない公旅客ターミナル。ありがとうございます。